武蔵拳の映画に生きる。田島の兄貴お前か。私もグレタさんに一目惚れなの。片山さんが恋敵なんて困るじゃない。ちょっと二人とも堪忍しとくなあれ。ケツ難しいわ。二代目蓄光大浜組の副長として根頃を盛り上げたってほしいとそう思うとるがの。わしら神戸の山水会へ。あのチンピラ。なれやろうな。極道とは何か、人境とは何か、そして男とは一体何なのか。村田龍二は今日もまた見えざる極道の門をくぐる。どうも皆さんこんばんは。始まりました武蔵拳の映画に生きる。今日も恒例のゲストをお招きしてますから、あ、楽しみにしてください。極道の門ですね、新シリーズ始まっております。さあ今日も原曲長谷製作所からいってみましょうか。昭和34年創業ですね。あ、皆様もう毎度おなじみなんですけど、空調機、冷暖房、すべて冷蔵庫、冷凍庫、そんなような機械ですか、そういうものの中で使われている部品ですね、それをもう作っております。もう部品の総合商社みたいなもんですね。約400種以上ですね、すごいんですよ。各種バルブですか、チェーンバルブ、サービス管とかバルブと、あとは真鍮のつなぎ手ですか、銅管のつなぎ手、つなぐ手と書いてつなぎ手って言うんですけどね。まあ部品と部品をつなぐ、このね、要は部品なんですけどね、空調機用のコネクタ、ステンレス加工、アルミ加工、ベンダー加工、プレス加工、あらゆる加工全般ね。これね、こういうのがないとね、全く成り立たないんですよ。部品がこうないとね、本当に細かい精密な部品一個一個があるから、こういう今もこの屋根、今日暑くて冷房ちょっと入ってますけど、今日から入れたって言うんですけどね、やっぱりまさに、中谷社長のところの部品がないとこれは成り立ちませんからね、素晴らしいこの部品の数々ですね。輝きが違います。これ真鍮だと思います、金色はね。たくさんありますね。皆さん見たことあると思うんですよ。こういう形とかね、これ全部ね、一個一個ね、図面引いて作るわけですよ、設計図としてね。それで出してからこういう部品を作っていくんですよね。本当にこれもちろんね、思いつきで作ってるわけじゃないですからね、ちゃんとこれとこれにはこういう部品が必要だろうとか、ちゃんと考えた上で納得するような製図を、図面を書いてからちゃんとこうやって作っておりますね。まあ、職人ですよね。図面引く人も完全にいてね、もう部署が分かれてるんですけどね、この設計部署がない限りは、心臓ですから会社のね、これがない限りはこういう部品は成り立ちませんからね。見てください、すごいでしょ。絶対見たことあると思うんですよ、こういうの皆さんね。まあさっきもおっしゃったように、機械工、部署がしっかり分かれてます。機械工、営業員ですね、いる機械工部署、あとは業務ですか、機械工業務員ってことですね、業務部署ですね、全般、営業部署、組み立て作業部署、配送作業部、あとは商品管理部ですか、あとは検査作業部、あとは設計、最初に言った設計、これ心臓部ですね、設計担当部で、設計担当部。まあ、たくさんの担当部署があり、一個の部品ができてるんですね。これすごいことですね。このね、考えると担当部署にたくさんの人がいるわけですよね、人材が。その人たちが集まってこの小さい部品一個が成り立つわけなんですよ。考えたら人間の力って、一人の力高が知れてますけど、こうやってね集まるとすごい力を発揮しますよね。
このスタジオもそうですね。あの出演者だけじゃ成り立たないし、あのスタッフだけでも成り立たない。やっぱりちゃんとしたスタッフ、出演者、いろんなこの関係者がいて初めてチームとして放送できるわけですからね。やっぱりね、あのチームの力ってのはすごいですね。やっぱり日頃からコミュニケーションとか絶対必要だと思うんですよね。例えばね、自分たちってこの時間だけしかまずスタッフと会う機会ないんですけど、まあ、前後して、まあ、30分1時間ですか。でもその中でもね、やっぱり打ち合わせしたりなんか、あのただ資格待ってね、打ち合わせだけに終わる方もいると思うんですよ。まあ、例えばあとは冗談半分言いながらね、体調聞いたり、今日は顔つやっぽいね、いいことしてきたとかね、冗談も半分言いながらやったと全然違うと思うんですよね、これね。あとスタッフいじられても面白いだろう、結構たまにはね、やっぱりそうやってコミュニケーションっていうのは人間社会絶対大事ですよ、これね、思いますよね。一人じゃ生きていけますよね。まあ、永谷社長本当にね、そういうことをよく教えて、あのこれこれじゃなくて身をもって教えてくれる方だと思いますよね。朝の6時からもう自ら出所して掃除ですよね。まあ、本人もね、あの暑い寒い大変だと思うんですけどね、自らやっぱりいろんな新しいところには出向いてってね、営業なさったりしてるわけですよね。見てください、これ、こういうのをどうやって作るか、まあこれですけど出してもらっていいですか。職人さんがこれもね、自分でやっぱり加減あるんですよ、これ、ね、これが内部の様子ですね、工場内部。これ普通見せないですよ、これ企業秘密ですけどね。ブルーが貴重なユニフォームになってますね。これで形取ったりね、いろいろやるわけです。すごい機械でしょ、こんだけ工場の中にぎっしりあるんですよ。これを皆さんでね、いろんな担当もありますし、それ一個一個部品を作ってって何百個って量産するわけですよね。時には何千個かもしれないですね。このね、職人さんたちがどうやってあの部品を作ってるか、これもちょっと出してみましょうか、動画で。これですね、まさにこれは電気のものね、電動で動いてますけど、これを動かすのは人間、職人さんですからね。動かす職人さんの技術ですよ。微妙なミリ単位のこう削っていく加減ですよね。今日はちょっとね、あの寝不足で居眠りしながらやっちゃったら、これ、ね、えらいことになるし、これね、本当にこれやっぱり体調ってのは絶対必要ですよね。常に体調管理して、間違ったじゃ済まないですか、これね。やっぱりこういうのはやっぱり絶対熟練の技ですよね。簡単そうに見えて、絶対これ何年も何年も本当に相当経験積まないとこういうの作れないと思いますよね、部品をね。こっちで押さえて回しながら型やドリルでね、あの型を作っていくわけですね。でもね、自分らこういうの結構好きでね、一回自分でもやってみたいって気になるんですよ、これね、実際にね。多分一回でうまくいくことないですけどね。確か昔この町工場で職人役人もやったことあるんですよね。まあちょっと楽しかったですけどね、実際にこういう動かすシーンはなかったんですけどね。ありがとうございます。噴霧器を初めに作ったのも永谷さんなんですよね。ペットボトルをヒントにして、まあ徹夜でね、もう3日未満徹夜で、あの当時の職人さんと考えてね、考えに考えた上、あの作りましてね、それを防衛庁でプレゼンして通って、それがどんどん改良に改良重ねて最新になって今に至ってるわけですよね。あと、あのよく河川敷、湖とか河川ですか、その汚れ具合とか透明度の濃度を調べてる、今でこそね当たり前になってますけど、この最初も永谷さんが琵琶湖のそのね、あの濃度をあの調べるために作ったのがきっかけだったんです。これもやっぱり防衛庁でプレゼンして取って今に至ってますよね。すごい貴重なね、あの会社ですよね。まあなんか今使われてる何気なく皆さんね、クーラーでもそういう噴霧器でも何でも使ってますけど、
まさに時代の先駆者ってことですよね。それをもうきっかけを作ったのが永谷さんって言っても過言ではないかもしれないですね。で今これ浅草橋なんですけど、秋葉原が隣にありますよね。ほとんどのメーカーの、あのいろんなこれ冷暖房とかあらゆるテレビにもメーカー入ってるじゃないですか。ほとんどこの大手永谷さんのところと契約して大体使ってますよね。これ名前ちょっと言ってはまずいんで出せないですけどね。皆さんが誰もが知ってるような大手ばっかりですよね、これね。まあ去年はね、まあ今年も多分暖冬で暑いと思うんですよ。北海道までね営業で行かれたらしいですけどね。まあ、北海道って言ったら普通涼しいんですけどね。もう今もう夏も関東と同じになりましたよね。もうただ若干ね湿度はそんなないですけどね。まあホームページ住所とか出してもらっていいですか。これありますよね。まあ今日ね、あのお見えになる佐久間工業の社長さんもやっぱりね、こういういろいろんな何らかの形で永谷さんの部品を多分使ってるものを多分絶対使ってるはずですよね。もちろん会社にはね冷暖房入ってますしね。まあそういうことで永谷製作所の皆さん、ぜひこういうのが欲しい、こういうのを作ってみたい、そういう案があったらね、あのご相談なさったらどうかと思いますね。いろんなことで相談には乗ってくれるはずです。あの永谷製作所、これからも皆さんますますよろしくお願いします。ここで今日のゲストちょっと遅く来たんで迎えてみましょうか。佐久間社長どうぞ。どうもお疲れ様でした。どうもどうも。もう渋滞で大変だったんですね。どうぞどうも。もう紹介します。風間市で、あの佐久間技研工業の代表である佐久間社長ですね。どうも今日もありがとうございました。佐久間です、よろしくお願いします。車がもう今日ちょうどね月末だから、で桜の季節じゃないですか。そうですね、すごいじゃないですか、ね。はい、先ほどもあの隅田川で、はい、あ花火なんかやってて。今花火ですか。はい、いっぱいでしたね。あ、そうですか、はい。なるほどね。もう暑いですもんね。そうですね、今日は暖かかったんで。日焼けしてますよね結構ね。そうですね、今日ははいちょっと食事したんで。自分も今まで真っ暗だったんですけど、だいぶ戻ったんですよ。あ、本当ですね。並ぶと変わんなかったんですよね。そうですね。早速佐久間社長も何らかの形で応援してもらってる極度の門のね、あこれかけたんださっきね、かけちゃったんで、これ会社の一応状況から出してください。ホームページとかそういう、これがオフィスですね。そうですね、はい、これはまあまあ自分が作った、ね、はい、あのとこっすよね。下とこは全部ね、そうですね、個人で作られてるんですもんね。土間、はい、土間をぶって、そうですね、はい、ちょっとバリ風にしてくれっていうことだったんで、こういう家具なんかも、ね、はい、揃えて。家具もそうですね、そうですね、はい、これに合った家具を選ぶわけですもんね。そうですね、はい、お客さんのイメージになった、ね、はいはい、はい、ものを探して。あ、はい、なるほどね。これなんかもう見るたびいつも思うんですけど、なんか粋ですね。そうですね、ごちゃごちゃしてないじゃないですか。そうですね、はい、こんな広い空間にね、真ん中にポツンとなんかね、はい、しかもなんか変に寂しくないしね、はい、なんかいい感じでこうマッチしてますよね。そうですね、はい、はい、これは、はい、いいと思います。普通もっとでかくやりたい人もいるじゃないですか。そう、ドアでにね。そうですね、家よりも目立つようになんかこう、はいはいはい、これがやっぱセンスでしょうね。そうですね、と思いますね。いいですね、この植物もそうですね。そうですね、これも探してきて、あ、はい、なるほどね、こういうのがいいんじゃないのかななんて、はい、おっしゃってましたね。よく芝生なんかもね、すごくいい質のいいのが今あるとおっしゃってた。そうですね、はい、人工芝ですよね。いいですね、結構今やられてる方多いですね。ここ 2,3 年多いですね。なるほどね、はい、やっぱり手入れしなくて済むんで。そうですよね、はい、伸びる心配もないですよね。同じですよね、はい、それね、はい、で一応芝の長さも、まあ、2センチから3センチあるんで、本当本物そっくりで、はい、なんで。あ、なるほどね。で一年中緑なんで枯れる心配もないですね、はい、見た目が良くて、ね、草も生えないということで今使われたと。水あけなんかもいいですかね。
水はけいいですね。下は水はけいいように、はい、水はけいい土を使ったりしてるんで、本当自然に下に染みてってどんどん浸透していくってね、はい、なるほどね。これね、立ち染めした場合はずっと染みちゃうわけですね。多分色変わっちゃうかもしれないですね。あ、色変わっちゃうかもしれない。その部分だけ。じゃあ誰がしちゃう、分かると、分かっちゃうですね、はい、やらない方がいいと思いますね。あ、そういうことですね、皆さん。そういう帽子にもなりますね。そうですね。じゃあワンちゃんが来て、はい、一緒に散歩して家に来て、そこでおしっこしたって分かっちゃうと、ね、分かっちゃうですね。はい、それは皆さん、まずいですよ、はい、なるほどね。よくね、あの隣の近所の子いながらなんていうのはね、はい、猫ちゃんワンちゃんが来てしていくとか聞いたことあるじゃないですか、はい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 、うちの庭で、ね、なんであいつうちの庭好きでしていくんだっていうね、はい、ありますね。必ず基礎して土かぶせていくってね、聞いたことありますよね、はい、うちの庭好かれてても困るなっていうね。そうですね。それは一つの田舎の一つのユニークさでいいですよね。まあそうですね、はい、話の話題にもなるでしょうしね。そうですね、はい、あの猫ちゃんワンちゃんってね、はい、自分の話題にしてると分かるんですね。キョトンとして、あ、俺のこと言ってなって分かるんですよね。あ、そうなんですか。本当に猫ですよ、彼たちはね。ドナー猫なんかもこうやって喋りかけると自分のこと言ってると分かるんですよね。あ、そうなんですか。で何匹かいてこう喋りかけると分かるんですよね。本当に動物は猫ですよね。動物は好きですか。自分好きですね。あ、はい、まあ、飼ってはないんですけど、はいはい、まあ、犬猫好きですね。いいですよね、はい、動物はね、なんか心豊かになりますよね。まあそうですよね、はい、たまには面倒くさいこともあると思うんですよ、飼っててこれやろうと、でもそれも一つにやっぱりなんかこう愛嬌ですよね。そうですね、まあ面白いですね。あ、今日はなんか新しいの、あ、まあいつもの台とか行ってみましょうか。あ、そうですね、はいはい、居酒屋ね、これ有名な、はい、笠間市で有名な大都会っていう。そうですね、友部の、あ、笠間市友部の駅前に、はい、大島さんがね代表をやっておりますね。はい、美味しいですよね。まだ自分一回も行ってないんですけどね。とにかく今日もよろしくって言ってました。あ、料理は豊富にありますよね、はい、海のものから山のものからね。これはタケノコでしょ。タケノコですね、美味しそうですね、はい、これが地元で取れるカニとおっしゃいましたっけ。これは木津ガニって川で取れるカニですね。木津ガニ、はい、どんな味するんですかね。うーん、どんな味ですか。うーん、まあやっぱりカニの味はしてますよね、まあ、ね、はい、あ、今ちょっともしもし、はい、これマイク近づけてください、まあ、はいはい、あ、武蔵と申します。お世話になります。大都会ですね、はい、はい、しげちゃんって出てますけど、はい、大阪さんの息子さんです、ね、あ、息子さんですか、はい、あ、今テレビ生中継です、なんかマイクでなんか喋ってください、どうぞ。遠慮なく。しげちゃん、今日の魚はどうですか、はい、魚は大都会にはそうですね、今あるのは胡椒鯛、金目鯛、はい、アジ、イワシ、はい、ホッキ貝、クジラ、タコって感じですかね。あ、結構風にありますね。はい、なるほど。タイなんか珍しいですよね。海近くじゃないですよ。今そうですね、でも時期なもんで、タイはあの春の魚なんで。はいはいはい、はい、そうですね、自分ちょうど富山行ってたんですよ。やっぱりタイなんかありましたもんね、結構いろんなタイがね、はい、やっぱり、まあ、オーライってあの近くに海があるんで、はい、そこで、はい、あの地魚取れたやつを買ってきてます。なるほどね。タイもあの、はい、モネのっちゃのちょっとあのなんかあの抜けた味するんですけど、歯ごたえってやっぱりここのこういう深みのあるなのタイもありますもんね。肉がしっかりしててね。あ、やっぱり取れるところにもよるんでしょう、味がね、同じタイでも。そうですねなるほどね。よく酢味噌とかね、あのわさび醤油じゃなくてもタイはいろんなんでいけるじゃないですかね。ああ、そうですね。美味しいですよね。したりとか、はい、ですよね。食べ方あると思います。ですよね。なるほど。ホッケなんかもね、結構あの一般的に美味しい魚の一つですよね。ああ、そうですね。大きくてね、食べがありますよね。はい。なるほどね。山菜なんかはありますか、今日は。山菜はもう今ちょっとなくなってきちゃったんですけど、ちょっと前までは、はい、ありましたね。ああ、そうですか。まあ、つっても菜の花とか。あ、菜の花ね、はい、あ、これ菜の花って、はい、昔からありますよね、美味しいっていうね、はい、あとはセリ。あ、セリもね、はい、とかあったんですけど、ちょっともう今出ちゃってないんですけど、はい、まあ、もう少しだったらあの腰油とかタラの麺とか
いろいろ山菜まだ入ってくると思うんで。これは美味しいです。腰油ってどんなんですか。はい、腰油ってのは。腰油っていうあの木があるんですけど、その若葉を取って、はい、まあ、天ぷらにして食べたりとかするんですけど。見た目はタラの芽と近いですね。なるほどね。うん、ちょっと開いちゃった、タラの芽が開いちゃった感じの、はあ、花なんですけど。なるほどね。はい、天ぷらって言えば結構何でも天ぷらにして美味しいのありますよね。そうですね。昔バナナなんかも天ぷらにしたらうまかったの覚えてますよ。そうですね、甘みが増して。ですよね。なるほどね。今日お忙しいのはすいません。もう今お客さんで大変じゃないですか、土曜日で。そうですね、今ちょっとそれなりに、はい、すいません、こんな忙しい電話してもらって。しげちゃん、ありがとうございます。どうもありがとうございました。帰っておりますんで、はい、すいません、大東海です。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。どうもありがとうございました。どうも、忙しい中ありがたいですね。今日は宴会入ってるみたいです。この時期ゴルフとかやる方多くて、コンペとかね、はい、多いですね。それで寄られる方が多くて。なるほどね、はい、笠間市にはいっぱいゴルフ場があるんで。ありますよね、はい、結構有名な音がありますもんね。そうですね、はい、近隣とかね。そうですね。なるほどね。まあ結構居酒屋も多いんじゃないですか、これ。そうですね、笠間市、まあ駅前、友部の駅前は多いですね。そうですね、はい、駅が一番近い、まあ友部ですもんね。そうですね。で、常磐線と水戸線がちょっと重なってるところなんで、はいはい、よく時間つぶしに、水戸線がね。そうなんですよ。なるほどね、はい、下館とか下妻とか行く、はいはい、走ってる水戸線っていうのがあるんですけど。常磐線は東京から上野からずっと出てますもんね。今横浜の方からも確かに、ね、そうですね、ずっとね、はいはい、繋がっててね。そうですね、はい、早いですよね、快速乗っちゃえばね。そうですね、今特急でも上野じゃなくて品川まで行ってるんじゃないですかね。そうですね、はい、これ水戸市で降りればいいですか、水戸って駅で。水戸から降りられて友部にもう止まるんで。止まりますか、はい、あ、そうですか、これはいいですね、はい、ぜひ東京の方も友部行きで特急止まるんで。そうですね、よかったら駅乗ってもらいたいです、ね、近くですもん ね、 これね。そうです、本当歩って30秒ですか。あ、もう目の前じゃないですか、ね、目の前にあるんで。もう改札出たらすごいですね。そうですね、はい、交通アクセスはいいんで。いいところにありますね。そう、そうなんですよ。結構そういう都内離れると結構駅から遠いところ多いんですよね。そうですね、流行ってるところでも、ね、はい、そうですね、駐車場がでかいとかね。そうですね、はい、よく昔筑波とかいろんなとこ行ったんですけどね、茨城とか、よく飲み屋さんなんかなぜか駐車場に車止まってるんですよね。なぜか、はい、でご自身で飲んで運転して帰ってくって当たり前だったんですか。昔はね。そうですね、昔は。そうう、地元のおまねさんも暗黙の了解だったらしいですよね。こんな言っていいのかな。ね、今じゃ考えられないですよね。そうですね、今はちょっとダメだと思います。だいたい大根を食べますよ、帰りはね。そうですね、はい、来る時はいいですよね。だから大根やってない日は居酒屋なんか閉めちゃってますよね。はあ、はい、ね、じゃあ年始なんかは3日からだったと思うんですけど、それまではみんな大根休みなんで。大根休みなんで。なるほど、はい、行きはご自身で車で行って帰りは大根っていうことですね。はい、大根ないと帰れないんで、お客さんも来ないから店も、ね、開けて、開けないっていう。結局年始で何軒か待って最後に、はい、一杯やろうってことで車で行くわけですよね、はい、それで大根で帰ってくるっていうこのパターンですよ。そうですね。あ、そうですよね、はい、大根ないじゃいかんですからね。そうですね、まあ、なんで俺が今日飲まなくて運転しなきゃなんないって結果になりますからね。今回、はい、お前が当番だから飲むのやめとけって言ってね。そうですね、はい、なるほどね、まあ大根はでもあれいつからあるんですか、大根って。だいぶ昔からありますよね。20年経ちますかぐらいですか。そうですね、20年前ないですかね。いや自分も待ってください、神戸行き始めたら20何年経つ。その時も大根ってあったんですよ。徳島とか行った時確か、はい、ありましたね。ああ、そうですよね、20年前はありましたよね。ありますよね。なんか25年ぐらい前ですかね。最初に考えた人頭いいですよ、これね。まあそう、そうですね、車運転して代行できるけど人間は代行できないでしょうからね。女性の代行なんていうのはね。そうですね、はい、ねえ、ちょっと無理でしょ、これはね。そうですね、20代の人代行が50代の人が若すぎ来たって代行になんないでしょう。そうですね、ねえ、
えらいこっちゃなりますよね。はい、もう 人力車でよろしくお願いします。人力車、本当ですね、まさにね、はい、そうなりますね。いやー、まあでも風増しっていいとこんですよね。そうですね。あと4月の29から多分20、5月の連休なんかはあの火祭りっていうのがありまして。あ、聞いたことありますね、火祭り。ちょっとお願いしたいです。これちょっと出してください。はい。もうすごいです。県外からお越しになっていただいて。なるほどね。いろんな作家さんたちがお店出 し, 出してて、あ、これ陶磁器のこれ祭りを言うんですね。そうですね。これすごい、もうこれ公園かどっかでやってそうです。あの広い公園でテントが、はい、テント張って出店してるんで、すごいいいと思いますね。ですね。はい。この辺だと上野公園でたまにね、古美術みたいなやってるんですよね。あ、そうなんですか。秋とかね、あのテントにずっとね、古いもんとかね、いろんなんでね、掘り出し物がたまにあるみたいですけどね。あ、これ、うん、そうです。これ書いて通り、200点を超すあの出店者が、はい、なもんで200点ですか。そうですね、200人の作家が。すごいですね、200人集まるんですよ、これ。はい、全国から来られるんじゃないですか。そうですね、見てるとやっぱり、県外の方が多いですね。これだけほとんど、はい、ツアーで。いや、ツアーじゃないです、もう各自自分たちの車で来てなもんで、もう渋滞ですよね。これ即売会売るわけです、これね。そうです。あ、はい、なるほどね。でこの中のこの間も紹介したんですけど、はい、あの篠の目釜って、はいはい、ちょっとあるんですけど、はい、それが、はい、こんな綺麗なのが声援としてちょっとおすすめなんですけど、自分の、まあ、自分の友達なんですけど、はいはい、まあ、この間もあれだったんですけど、あの手書きで、全部手書きなんで。手書きってことは世界に1個でしょうね。そうですね、微妙に違うわけですね。そうです、はい、そういうだと思います。よくこういう色が出ますよ、綺麗にね。そうですね、これ多分そうですね。なるほど、ね、色つけて焼いてって。あ、色をつけてから焼くんですか。だと思いますね。そうするとこういう色が出てくるわけですね。だと思うんですよね。なるほどね。はあ、いや綺麗ですね。セットです、まさにこれね。そうですね、はい。そんなに高くないですかね。そうですね、まあ2000円とかに、はい、はいぐらいなんで。どんなところにも合いそうですね、これがね。和風でも洋でもね。そうですね、なんか合いますね、はい、ちょっとやばい感じがして。そうですね、はい、なんか温かみがあっていいですよね。そうですね。こんなんでね、ちょっとあのお茶飲みで出てきたらなんか目がいきますよね、洒落てるなっていうね。そうですね、はい、多分あの分かる人には分かってくれるんじゃないかな、ね、みたいな感じですね。なるほどね。はあ、200人200種類ってことは多少似てるのもあるでしょうね、人間だからね。まあ、はい、あると思います。はい、この中でもあれですか、やっぱり人によっちゃもちろんあの人間ここじゃないけど、はい、役と高い人はいらっしゃるわけですか、こういうのって。うん、いると思います。でしょうね、はい、価値観っていうかね。まあ、人間国宝もいたんで。あ、なるほど、ね、はい、ちょっと名前忘れしちゃったんですけど、はい、はい、すごいな。よかったら笠間市にね、ぜひ皆さん笠間市、はい、遊びに来てください。いつぐらいでしたっけ、やるの。4月の29ですね。もう開けてすぐですね。そうですよ、はい、ね、から5月5日までですね。またね、来月その模様でもね、これ、はい、動画でもね、写真撮って紹介したいですね。そうですね。でこの近くにあの笠間稲荷神社とか、はい、ちょっと立ち寄って、はい、行けるようなところがあるんで。なるほどね、はい、火祭り見てからちょっと違うところ行ってみたりっていうのも、はい、はい、いいところですね。そうですね、やっぱりこの時期は混むでしょうね。混みます。あ、やっぱり、ね、高速道路の入り口、あ、出口入り口も帰り渋滞ですよ、ね、これだって200人から来るってことはもう全国レベルじゃないですか、おそらく。知ってる人は多分、そうですね、絶対あの
関東って結構焼き物有名なとこあるじゃないですか。そうですね、笠間とか益子近くだと思います。多分来るんじゃないですかね。そう、はい、同じ焼き物やってる人は興味持ってね、はい、なるほどね。まあ、ちょっとあの芸術の作品ですよね。日本ってこれ独特ですね、この文化はね。そうですね、縄文時代とかあの時代からずっとあるじゃないですかね、はい、そうですよね、いろんな流派みたいなもんでしょう、はい、そうですね、それで独立していろんなのを作っていくわけじゃないですかね、はい、そうですね、ずっとその縄文時代から器は使われてたわけですからね。その使われる土地の土によっても全部違うんじゃないですか、はい、そうです、色合いとかも多分ね、硬さとかもね。そうだと思います。なるほどね、はい、奥が深いですよね。でもね、これまさに職人の技ですよね。そうですね、はい、はあ、本当大変だと思います。ですよね、はい、こういうのっていいですね、日本独特の文化ですね。そうですね、海外ももちろんありますからね、ベネチアのグラスとか有名なね、はい、いろんなところで、ね、やっぱりその土地土地の職人の技ですよね。そうですね、巧みですよね、はい、まあ、巧みを極める、技を極めるっていうね、まあ、彼たちもこれでいいっていう限界はないでしょうからね、自分らと同じでね、はい、こういうのもドキュメンタリーで結構撮ってる番組とかありますよね。そうですね、紹介したりね、はい、ありますね。皆さんぜひこれ足を運んでみてください。ゴールデンウィークのちょうど初めですね、25日ってことはね、はい、29ですね。何日ぐらいやってらっしゃるんですか大体。29からなんで多分1月30なんで8日ぐらいやってますよ、ね、8日あれば結構皆さんね、約1週間ちょいあればね、はい、何らかの形でいけますよこれね。で笠間市からの中港なんていうところがあるんですけど、はい、そこでもう随分あのお魚とか食べられるんで、ああいいですね。で大体車で1時間もかからないんで。なるほどね、はい、そうでしょうね、はい、よかったら、まあ、大都会寄ってね。そうですね、大都会寄ってもらって、魚もすごいですからね、はい、なるほどね。大都会ってのはね、あの渡さんのね、あの大都会から来たっておっしゃってました。ああ言ってましたよね、あの時代の方なんですよね。社長の大阪さんはあの会津の方出身で。あ、会津磐梯山の会津出身ですね。いかにもそういう感じですよね、はい、白虎隊で有名ですよね、はい、もう山菜から何からもうご自身で ね、 そうですね、みんな取ってきますもんね、はい、もう本当好きで、すごい知識も豊富で、話してて本当に楽しいです、ね、なるほどね、はい、これなんかすごいですね、はあ、こういう口を考えてよく作るよな。そうですね、 これもみんな手作業ですね。そうですね、はあ、なんか縄文文化のなんかそんな引き継いでるような感じしますね。そうですね、はい、これ釜ですよね。そうですね、これに入れてですね、はい、はこれこれを回してね、はい、作ってる、ね、こういう多分実体験なんかも多分やってると思うんですよね。なるほど、その日には、はいはいはい、はい、でご自身で作って持ち帰れるって多分ことですよね、はい、ああ見ると後からつけるのが分かりますよね。ああそうですね、はい、最初からついてるんじゃなくて後からつけ出すのが、はあはい、なるほどね、こう筆で書いてますよね。そうですね、はい、はあ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ最後にもう一回あのちょうど最初のところの出してもらっていいですか、風間市のご住所出てる。いろんなこれリビングとかね、庭とか造作いろいろありますね。多分 Google の、はい、Google の方が探してもいいかもしれない、ね、多分いいかもしれないですね、はい、Google で佐久間技研で探してもらう、これじゃ出てこないと思います、ね、はい、まあ、これが一応住所になってるんですけど。そうですね、はい、風間市のね、はい、電話番号も入ってますもんね、はい、これからちょうど夏前にかけてお忙しいんじゃないですかね。そうですね、今が一番いいですね、うん、時期的に。あ、そうですね、もう暑くなる前が。そうですね、暑くなると、はい、あと梅雨前までが。雨降ると仕事にならないですもんね。もう仕事日和ですよね。あ、本当ですね、ちょうど一汗かいていい汗かきますよね。そうですね、やっぱ汗かくと飲みたくなっちゃいますよね。あ、そうですよね、はい、
土台で大都会とかいうとこ行くのが、ね、そうですね、そうですね、そうなんですよね。いいですね、この仲間っていうのはね。そう、はい、そうですね、地元のね、大体仕事終わったら集まるとこが決まってるとかね。そうですね、やっぱり暑かった日なんかは、はい、はい、あのみんな飲みに来て、本当に暑い時はみんな来ないです。あ、バテちゃって、あ、はい、もう家帰ってクーラーの中でもね、いっぱいだからつまみ一つがいいと、はい、あ、そうかもしれないな。夏は本当熱中症になるかならないか、ならないかぐらいのところまでやってるんで、ね、ギリギリのラインで。35度っつったらもう感覚でなって40度近くいくじゃないですか。そうですね、照り返しとかですね、はいはい、そんなところにやったらもうバテるところじゃないですよね。もう汗が出なく塩になっちゃいますよ、体からね。いや、そうです、もう白いのが出てますね。ですよね、白いのが出るってあれじゃないからな、はい、うちのスタッフすぐ勘違いするからな。これ写真とか出ます？写真あー、はい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 、はい、お、変な写真出すのびっくりしたからないですよな。これね、これも自分で全部。そうですね、はい、やってですね、これたまたまですか、庭の、ね、ちょっと茶色がかった色と、あの2階のちょうどベランダのと似てますよ、これね。そうですね、たまたまですか、これ。これはたまたまです。はあ、はい、なんか狙ってるような感じしますよね、はい、微妙にね。まあ、はいはい、そういいです ね、こうやって見るとね、はい、やっぱこうオレンジって元気が出る色だって聞いたもんですから、あ、まあ、なるほどね、行く時にちょっとオレンジがかった茶色のね、はいはい、明るいんで、玄関から、そうです、階段からね、出てきますよね、はい、帰る時も行く時も元気出してもらいたいっていう意味合いで、ドアもちょっとね、あの明るい色でいいですよね。そうですね、小豆色なんかじゃちょっと赤っぽいね、はい、このものなんかもよく見ますよ、こういうのね。そうですね、はい、まあ、これも一般的な感じで、まあ、ちょっとタッパが高いですけど、あ、はい、普通よりもあるんですね。ありますね。なるほどね、はい、まあ低いとすぐ飛び越えちゃいますもんね、まあ、そうですね、はい、動物でも何でも今ね、はい、そうですね、自分のよいしょよいしょっての紹介したけどね、あんな猫と犬だっけ、飛び越えちゃうもん、これですよね。そうですね、なるほど、これなんかもすごいな、これこれも壮大ですね、大きくて。そうですね、これはそうですね、これ屋根は何使ってるんですか。これはなんかちょっと見えるような感じしますね、上がね、天井がこう。そうです、はい、そういったものじゃない、じゃないと光がもう、あ、入るような。なるほどね、はい、昔だとよくあの自分ら子供の自分あの安いね、はい、あのビニールみたいなあれですぐかけちゃうの、あんなのよく使ってましたね。ああいうのしかなかったんですよ、昔はね。もう何十年も、もう50年60年近く前ですよね、はい、トタンのね、なんかあのビニールのトタンみたいなあったじゃないですかね、光が入るようなね、はい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 、これ3台分ぐらいありますね。はあ、はい、なるほどね、結構丈夫なんですか、これ。やっぱり丈夫ですね、はい、これも庭ですよね。そうですね、これも家の横からですかね。そうですね、これも白い砂利、日立の方から持ってきて。この砂利もなんか独特なんですよね。そうですね、この歩くところは浸透性のコンクリート、はい、透水性コンクリートって言いました。あの水が浸透するんで、コンクリートに水が浸透してるんですよ。はい、なるほどね、はあ、特別な施工ですね、今、うん、やられる方多いですよね。値段もちょっと進んですけど。そうですね、考えると溜まってないとこもありますもんね、はい、そういえばね、そういうのを使ってるんですよね。そうです、勾配が取れないとことか、はい、こういったものを使ってる。これそうすると、あの道路なんか舗装されてるじゃないですか、はい、やっぱり浸透するような使ってるんですかね。道路に関しては、これじゃないしですね、違うやつでも浸透するのを使ってるわけですかね、セメントかなんかで。川であんまり溜まってないですもんね、ザーザー降ってもね。そうですね、道路は浸透しないやつ使ってます、まあ、浸透するやつも使ってるとは思うんですけど、歩道の方が。なるほどね、透水性のやつ使ってますね。あとは何ですか、浸透しないと、はい、全部下水の方に流れるんで、はいはい、そうですね、ちょっとこう何なんですか、大雨降った時に下水がもうすぐ溢れちゃいますもんね、はい、なんかそういうの考えると絶対いいですね、はい、浸透した方がね、はい、
環境には優しいかもしれないですね。普通だって土に戻るってのは自然の摂理ですもんね。はい、例えばおしっこでも、はい、何でもゴミでも、はい、あの水でも土にこう浸透してって、それが何かの肥料になっていくわけですからね。で、昔はミミズなんかもね、はい、それを食べてあの大きくなったりしましたから ね、全部コンクリートになっちゃってそれがなくなっちゃうんですもんね。そうですね。で、熱くなるしね、みんな蒸れちゃうしね。そうですね。悪循環ですよこれ ね、 だからそういう時にこういう浸透するコンクリートなんか絶対いいですよね。そうですね、はい、そう思いますね。そうするとあの大山も洪水なんか多少は違うかもしれないです。だいぶ違うと思いますよね、はい、歩いてでもね溜まってないから歩きやすいじゃないですかね。そうですね、はい、早いね、もう10分前ですか。まあそんなことで今日も時間なくなっちゃいましたから、ちょっと UIN 最後にちょっと一回紹介してみましょう。これどうしても言われて見えない世界とかあるじゃないですか、はい、これ社長はやっぱり信じますか、こういう世界って。信じますね。ですよね、はい、あの非常にね、あのやばないっつってね、あのこれ調和なんですけど、車とかお話しする人多いんですよ。はいはいはい、はい、車はよくあの前面とあのね、あの両サイドですか、はい、あ前面と片っぽの脇と後ろ、はい、この写真を撮って送ってもらうと、はい、写真でお話してくれるんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。実際に普通成田さんなんか車運転してくるじゃないですか、はいはい、ここは写真で行けるんですよ。あ、そうなんですね。これ1万円なんですよこれね。これ安いですよこれね。安いですね。はい、あのすみません、これ生前供養もやってるんですけどね。すいません、うん、見てください、いっぱいありますよねこれね。会員が全国に出してね、非常にもうあの会員お弟子さんが世界に結局散ってるんですけどね。友愛イベントね、はい、友愛っていうね、優しいと愛とか言って友愛なんですけど、ね、はい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 、はい、うん、今ちょうど2代目ね、総理先生2代目についてらっしゃいますけどね。あ、そうなんですね、はい、まあ、海出しとかね、あと山内公園か石の術とかね、守護神、因縁、いろんなのがありましてね、そこの一個一個説明していい風にいい風に持ってってくれるんですけどね。体質によっちゃ霊媒体質で非常に付き合わせる人とそういうのがいるんですよね、はい、聞きますよね、で桃の木から取ったお守りってあるんですよ、木のね。ああ、そうなんですか。これはすごいんですよね、あの会になるとね。本当にここでなんかあの人生がつまずくとこでね、あの夜ついてないとかあるじゃないですか、はい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 、あの家計が悪いとか、はい、おっしゃってましたよ、あのこの場所って、はい、考えたらもう何千年もついてるわけですね、はい、海の底だったかもしれない、で戦国時代なんか説得には相当死に出てますよね、はい、この土地にそういう呪縛がつくんですって。ってことはここにビル建てるとずっとそれがあるらしいんですってね。あ、そうですか。これだいたい3代4代5代ぐらいまでずっとあるんですって。それを全部断ち切んないと、はい、絶対今は良くない人が多いんですってね。あ、そうなんですか。それを全部断ち切るんですよね。まあ、ちょっと、うん、これあの大笑いの写真ですけどね、12月毎月毎年12月にあるんですけどね、はいはいはい、これはどこでやられてるんですか。熊本ですね。熊本ですか。うん、あ、もうすごい何百人集まりましてね、裏にすごい広い庭があるんですよ。このテントを引いて、はい、あの敷き詰めて、であのちゃんと客席も作って、はい、で皆さんがいろんな近所の方とかね協力して、あのいろんな出店が出てね、寿司握ったりね、はい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 、焼きそばとかいろんな飲み物出たりね、はいはい、あとこれママさんがね、はい、あの非常に美味しいあのだこ汁とかいろんな汁作ってくれてね、非常にわきあいあいとね、あのちょうど すごい数の人ですね、お祓いになるね、あの人たちは古いタンスとか、はい、もう壊したいと、はい、でもなんかこれずっと先祖代々受け継いでから弱っちゃったと、はい、これもね送ってくる人がいるんですって。あ、そうなんですか。タンスを
あのお笑いしてくれとか、それもちゃんとあの拝んでお笑いしてからあのバラして炊くんですよね、自分現場で見てるんですよね。あ、そうですか。こんなに来ててね、ちゃんと一個一個焼いてましたよね。もう土曜日が前夜祭で日曜日がやるんですけど、もう朝から晩までずっと終わんなかったら次のもやってますもんね。あ、そうなんですか。絶対手を抜かないですね。いろんなこのあの相談の文章とか持ってくるんですけど、はい、これを大体あの全員追っつかないですよ。終わってから徹夜かけて全部一個一個メイトして返事をするっていうね、素晴らしい先生ですよね。これは先代ですね、たけしですよね、はいはい、今は慶三っていう、ね、書くんですけど、まあまあ、ケンさんって言われてるんですけどね、はい、二代目継がれてね、はいはい、スタジオの2回来ていただきましたね。あ、そうですね。皆さん熊本 UI ぜひ皆さんシックスセンスよろしくお願いします。もあの時間流れまして、歌のね前々からリクエストいただいたんですよ。あのちょうどこれ皆さん名曲ですね、ちょっとかけてみてください。1977年3月25日発売、これ30枚超えしてるんですよね。あのイルカさん名残雪の次にヒットしたっていうね、日本クラウンですか、これ作詞作曲伊勢総長さん、有名な歌ですこれね、大ヒットしたね、まあ、ありがとうございました。もう時間ないですね、最後にセブン薬剤行ってみましょうか。
どれだけの罪を犯してきた。片桐になる気。へえ。共に生きてきた兄弟がおらんようになるよ。頭が抜けるのはあんなに無理だよ。親分が殺された。虎をやった男、撃ってみろ。その張本人が分かったんです。あんたは組を裏切ってた。お前になったらとことん付き合ってもらうべ。ありがとうございました。どうも今日は佐久間先生ありがとうございました、はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さんありがとうございました。どうもありがとうございました。